兄弟でこうして出るっていう最初はいかが？僕最近一緒に兄弟で同じ興行に出たりしてるんで、最近は結構もうこんな感じです。ただ勝ち進むとっていうこともあると思うんですけど。はい、そうです。はい、あんまり考えないんですよ。そうですね、できれば弟もそうですし、同門の人とはやりたくないです。公約的にはやりやすい。やっぱりまだ恐怖心っていうか、ありの方がやっぱり強いっていうイメージがあるんで、やっぱりやりづらいです。なんかお互いのライバル心っていうのはどうなんですか？自分はそんなあんま感じてないです。自分もあんまり、そうですね、なんか入っては来ないですね。そういう、はい、ライバルとかそういうのはないですね。はい、なんか兄貴が頑張ってるから俺もとか、例えばそういう、あ、そういうのはあるんですけど、うん、対戦相手ってなるとそういうのは全然なくて、はい、でもやっぱり負けないように意識はしますね。自分も例えば今回戦う谷山選手は、はい、以前声と戦ってまして、うん、で声は勝ってるんで、そういう意味ではやっぱ自分負けちゃいけないなと思います。じゃあ小谷選手の方から何かアドバイスとかをされたりもするんですか？どうだったとか。あ、はい、聞いたりします。そういったなんか情報交換みたいなところで役に立っている。はい、そうです。今一緒に暮らしているということで、はい、そのなんかアドバイスみたいなものとかがあるんです。話するんですか、練習で？練習中はそういうアドバイスの交換をするんですけど、うん、家に帰ってからはあんまりそういう話はしないです。もう疲れて、あんまりそういう話はしない。それどころじゃない。お互いに二人で暮らして役割があるって聞いたんですけど、はい、今は自分は料理担当で、小屋が洗濯物担当です。はい、小屋選手の方は洗濯はないですか？いや、でも最近疲れが溜まってるんで、やっぱり洗濯物も溜まって。やってないと。ちょっと疲れてます。今回の出場メンバーで意識してる選手とかってでしょ？ドラゴン選手もそうなんですけど、あとは大石君とか、あと結城選手とか、はい、あと久保優太選手とか、そういう選手はやっぱり気になります。63キロで気になる選手、ちょっと今考えてたんですけど、あんまり思いつかなかったです。なんかもうレベルがあんまり高すぎるんで、誰と言ってもなんか一緒かなって感じです。今回ヒロヤ選手出ないんですけども、はい、ゆくゆくはヒロヤ選手リベンジしたいみたいな気持ちっていうのはどうですか？今負けてるのがその1試合だけなんで、やっぱりやってみたいですね。はい、あ、いや、あ、そんな感じですか？もっともっとバラもクロスみたいな。やめなさいでしょ、それ。知らない。古い、古いね。お前前。膝ついて。こうじゃん。片膝かと。完全もあれですよ。自分だけですよ。